グラーフ・ツェッペリンは、ドイツ海軍が建造していた、グラーフ・ツェッペリン級航空母艦の一番艦である。艦名は、公式飛行船を実用化した、フェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵に由来する。1930年代、アドルフ・ヒトラーの指導下でドイツは再軍備を開始。ドイツ海軍においては、ビスマルク級戦艦、u ーボートと同時期に航空母艦の建造計画がスタートした。 しかし、ドイツに空母の建造や運用経験はなかったため、1935年にドイツ海軍は大日本帝国海軍に協力を依頼。日本海軍は空母、赤木の設計図及び同館での訓練方法まで全ての秘密を公開し、ドイツ技術者、飛行将校の視察を許した。これに対しドイツ側は航空機の設計、軍艦の防御甲板、 カヤクタの秘密を日本側に譲とした。これらは99式艦上爆撃機や大和型戦艦建造用の機械、技術であった。これらドイツ側の諸事情により、計画案作成に時間がかかり、ドイッチェ・ベルケ社での寄港は1936年12月になってしまった。設計に際しては、英空母、フューリアス及び同盟国日本の空母、赤木が参考にされている。 赤木の図面のうち、実際に設計に反映されたのは、関西機昇降用の中央エレベーターの部位のみである。ドイツの同盟国で唯一、大型の正規空母を建造、運用する日本に協力を依頼するのは自然であるが、赤木はもともとは、巡洋戦艦として建造された後、ワシントン海軍軍縮条約の影響で空母に改造された艦であるため、一から空母を設計。 建造する際の参考とするのは非合理的であった。以上の理由により、しばし言われる、グラーフ・チェッペリンは赤木のコピー管である。という話は誇張であると言える。そもそも技術移転がされた、当時の赤木は三段甲板空母であり、近代化改装前であった。一方のグラーフ・チェッペリンは多段式空母ではない。ドイツ軍士官が来日して学んでいった赤木の技術は、 運用技術、訓練法、関西航空機、改善ポイントといった、すなわち当時日本が持っていた空母のノウハウと呼ぶべきものが大きい。グラーフツェッペリンは1938年12月8日、ヒール造船所で浸水した。公表された基準排水量は19250トンであったが、実際には23140トンに達していたという。 1940年半ばになると状況は劇的に変化し、北のノルウェーから南はスペイン国境までの長大な海岸線を敵の上陸線から守る必要が生じたため、それまで本艦よりも優先順位の低かった沿岸要塞は突然最優先事項に浮上し、兵器、要員、そしてあらゆる種類の軍需品が迅速にこの分野に投入され、後に 大西洋の壁と呼ばれる壮大な要塞船建設計画が立てられた。このために海軍の艦艇建造計画は削減され、その資材は沿岸防衛要塞建設に投入されることとなった。この段階で造船所の仙台上にあったグラーフツェッペリンの 15cm 手法及び 10.5cm 降車砲は要塞や沿岸砲台に転用され、 完成率90%前後に達していた本艦の偽装工事は1940年に中断された。なお、すでにその段階で、艦艇用サーチライトと数門の3 7ト、mm、ル対空砲は装備されていた。結局、ドイツ海軍は空母で運用できるほどの艦上機を要請しなかった。本艦の工事は1942年5月に再開された。六月、 日本海軍はミッドウェー海戦で空母赤城を含む正規空母4隻を一挙に喪失、戦力回復のためグラーフ・ツェッペリンの購入を打診したが極東への開港は不可能とされてドイツ海軍に拒否された。大艦として神戸港に係留されていた商船シャルンホルストが売却され大高型航空母艦新高となった。その後ツェッペリンでは 燃料タンクの増設とバルジ装着などに手間取り、1943年に大型艦製造中止命令が出たため、工事は完全に中止となった。搭載されていた15センチメートル砲塔は、地上砲台として、ノルウェーの沿岸防衛に転用された。9割ほど完成していた本艦は、バルト海沿岸のシュテティンに避難していたが、ソ連軍に接収されるのを恐れ、 1945年4月25日に自沈した。戦後、ドイツ海軍の解体の同意を得て、グラーフ・ツェッペリンは破壊された艦を含まれる C グループの一艦としてソ連海軍に割り当てられた。グラーフ・ツェッペリンはドイツの造船所で修理され、1947年2月3日には洋上基地に艦舎外され、艦名も PB-101 に改められた。 pb-101 は、軍事造船科学調査研究所の管理下に置かれた。8月14日には、艦は付与され、スびねミュンデまで栄光された。8月16日深夜、pb-101 は試験のため、洋上実験場まで栄光された。そこで、艦は簡板に爆撃と砲撃を受けた。8月17日には、pb-101 は、 駆逐艦隊と魚雷艇隊の演習で標的となった。最終的に PB-101 は魚雷艇 TK-420 特逐艦スラーブヌイの雷撃により沈没した。ありがとうございます。